ゴラムレザ・レザイーは、イラン出身で、同国代表のサッカー選手。ポジションはフォワード。2004年、出身地のシーラーズの地元のクラブ、ファジュルセパーシー FC とプロ契約を結ぶ。2007年には、テヘランの強豪クラブ、サバーゴム FC と契約。2007から2008年シーズンには、ペルセポリスが獲得に興味を示し、次シーズンより、ペルセポリスでプレーすることで、 ペルセポリスと選手間の合意を交わしたが、サバーゴム FC が放出を拒絶し、次のシーズンもサバーゴム FC で送ることになった。2008年シーズンからはたびたび、イラン代表に招集されることで疲労が溜まり、クラブでも控えに回ることが多くなった。環境を変えるべく、2009年にはアラブ首長国連邦のエミレーツクラブに移籍したものの、UAE リーグに適用できず、半年で、 イランのフーラード FC に移籍。2010年には、イラン代表に自身を招集したアリダ映画監督を、務めるペルセボリスに移籍した。すると移籍後最初の4試合で3ゴールをマークするなど、チームの一員として機能し、2010から2011、シーズンにはチームをハズフィーカップ優勝に導いた。18ゴドム、IR におけるプロフィール紹介。ありがとうございます。